三方五湖パーキングエリアは、福井県三方上中郡若狭町製造にある、前鶴若狭自動車道のパーキングエリアである。スマートインターチェンジの三方五湖スマートインターチェンジを、併設する。道路名板下り線駐車場コンビニエンスストア、三方湖を望む展望台へとつながる、連絡橋2014年7月20日のオバマ、インターチェンジ鶴が JCT 間の開通と同時に、開業した。 建設時の仮称は三方パーキングエリアであったが、地元自治体の若狭町は2011年12月、中日本高速道路から求められた、際の名称案の意見として、三方五湖パーキングエリアと回答することを決定し、2014年4月24日に、ネクスコ中日本が正式名称とすることを発表した。ラムサール条約指定湿地の三方五湖の一つ、三方湖の近くにある。 三方五個、シック三方五個スマートインターチェンジは三方五個パーキングエリアに併設のスマート IC である2018年3月24日共用開始利用可能車種は ETC 搭載の全車種で24時間運用上下線ともに出入化となっている三方五個スマートインターチェンジに関するカテゴリーありがとうございます